皆さんこんにちは、ケントです。今日は朝、今5時35分です。で、今はニューヨークのコロンバスサークルっていうところに来てます。つい先日ね、ブラックライブズマターのデモがここで集まって、そこの道を歩いていって5番街に当たった時に右に曲がって、そのままワシントンスクエアパークまでマーチをするっていうデモに参加させていただきました。なぜ朝の5時半にここに出てるかというと、若干今私がちょっと太ってるからです。ちょっとね、去年ちょっとマラソンをしたんですけれども、1年かけてマラソンのトレーニングをちょっとしたんですけれども、やっぱりちょっとコロナのこともあって全然走ってないっていう状況が続いてしまいました。でちょっとね、体重がめちゃくちゃ増えちゃったっていうコロナあるあるです。